ちもテレビ出てもうどれぐらいなんの？2年。もうね、2年半。もう2年半。2年半以上です。ああ、うん、すごい。大橋巨泉と同じぐらい出てると思ったら。あ、いや、あれちょっと違うな。60年。だって健さんも12年ぐらいでしょ？何言ってる。8年。あ、8年。いや、あれ新宿軍で来たんじゃなかったっけ？あ、そんな年じゃないね。もうデンさんが何年？僕は今回は3年半ですね、合わせてね。その前は？その前はケントと似てるんだけど、10年ちょっと前にですね、1年半ぐらい行ったんです、うん、留学生で。そして日本に来てから髪が自然に切れたんですよ。なんで、ね、なんでよく見たらこっちの方がまだ黒い。よく見たらなんか黒いような気がする。あ、でも素敵の髪、素敵素敵、本当に憧れちゃう。でもどうしてそんな眼鏡になったか知ってるでしょ。彼のユタ州の実家はね、あの電気ないから、まだまだまだ始まる、まあいいよ、まあそれ話よ、いよいよ、もう始まるんだから。もうキリがないんだよ、これが。キリがないんだよ、これ。ミルクボトルあるんだよ、ミルクボトル。するとお父さんがその下を切ってメガネを作ってあげたっていう話。でも実はあの最近ですね、このメガネのために僕またいろいろ言われてるんですね、うん、一度笑っていいと思ってですね、うん、赤トンボっていう歌を歌いながらトンボのモノマネさせられたんですね。でこうやってね、テレビでグワーッとするとですね、それでトンボの目のお兄ちゃんって言われたりですね、もう本当にこのメガネのためにどうなるか分かんない。このメガネの話、マジの話できますよ、うん、ということはいじめの問題、今日本でまたいろいろあり、僕自身は若い時にですね、すっごいいじめられたの、このメガネのために。あのメガネだけじゃないような気がするんだけどね。いや、バガイスとかいろいろ言われてですね、すごいいじめられたの。それはあるでしょうね。だから今日本人がですね、日本の子供がいじめられてるということは、僕自身があの、まあ、感じられるというか、あの気持ちは分かりますね、うんうん、どうです、そうです、すごいですね、今の問題はね、うん、だって去年なんか2人がなんかまた自殺しちゃって、こう、ね、学校が面白くないから死んじゃって、ね、でもすごい、なんかね、あれはね、いじめっ子とかさ、それはやっぱりあのアメリカと同じように、あの離婚された親から出てる子供だと思うよ。いや、でもそれだけじゃない。いや、それもそうだと思う。ただ数が最近すごいまた増えてきてるんですね。いや、すごいって言ったらあくまで比較的なもんですよ。そんなに圧倒的に増えてない。パーセントとしては増えてるけど、数としては大したことない。いや、じゃあ日本の場合はパーセントにしてもね、日本の場合はあの法的な犯罪が多いんですよね。何、法的な犯罪？法的って、またそんな難しいことだったんですね。いやいや、サラ金とか何気なく目をつぶって許してる人いっぱいある。アメリカの犯罪、僕好きなところは公然としてるじゃない、堂々とやってるじゃない。いじめ問題、マリアもいじめ問題あるじゃない、誰もいじめてくれないとか、なんかそういうの。もうね、そんな時はね、結構怖かったんですよね、先輩の人から。おはようございます言わなかったり、結構いじめられたりね、意地悪したりしてたんですけどね。でも芸能界に入ったらね、それなんか先輩後輩はあるけど、結構可愛がってくれたりするんですよ。だからすごいなんか楽しいところだなと。どうしたんですか、デイビン。いやね、まあそういう先輩後輩はちょっと日本のまあ封建時代の一つに残りだと思うんですけどね、うん、その弟子がいていろいろ教え込んだり付き人にしたり、うん、でもそれは日本人に合ってるから、僕たちは避難するわけにいかないと思うしですね、いいよ、ちゃんとその社会の中でもほらちゃんと役目があるからね、うん、ただし言えるのはですね、どんなに日本の芸能界が偉くなっても、日本の芸能界とアメリカと比べて社会地位が向こうはちょっと芸能人としては高いんですね。日本では、あ、芸人だからとか、そういう、いまだにその江戸時代の残りかは分かりませんけど、その先入観が残ってるんだね。確かにそうよ。それは大きい違いがある。アメリカで芸能人で映画俳優が、もうまるでもう政治家、弁護士、医者と同じぐらいの社会地位なんですよね。の場合もありますね。僕はアメリカの芸能界はあんまり分からないけどね、日本のは非常にあの楽しいと思うよ。楽しい。ケンさんがその明るくてさ、そういうやっぱりその逆にみんな明るく見てて楽しいんですよ、そう。いやいやいや、ただ、そしたらね、あの本職には師匠はないの？師匠って、すいません、ちょっと言葉分かりませんけど、師匠は何ですか？まあ、問題は起こりませんか？本職の方で。あ、芸能界に出たから。いや、プラスの方は多いよ。マイナスもあるけど、プラスは多いんですよ。具体的にどういうもの？例えば、初めて日本に来て、まあ、アメリカで自分の会社って、だから日本で社長って言うんですけどね、うん、社長で来て、日本で仕事しようとしたらですね、まず誰も僕のことを認めてくれないわけ。信用してね。信用してくらい若いから。うん、でも一応、テレビ出て、顔が知られてるから、大体、どこでも誰でも一度話はしてくれる。うん、まあ、どこまで行くかは分からないけど、まず話は行きますですね。信用性は落ちないの？芸能界やってるから。いや、海底、アップだったみたいですよ。なるほど。チャックは？いや、僕はそういう意味で特に勉強かもしれないけど、一応スポーツセンターやってるんですから、サービス産業で、うん、でうちの場合に毎日いないとまずいわけ。
毎月の会員権をね、払ってるのに、そうそう指導者がいないんだと。そうそう、いや指導者はちゃんといるんだけどな。でも、あの日本は特にそうだけど。でもチャックが好きじゃない？ちっちゃい、何が？いや皆さんね、特にチャックがテレビに出てからチャックにいてほしいんじゃない？ファンになっちゃったんだよ。チャックがどんどんテレビあの出れば出るほどの方がいいと思いますよ。いや、それは普通の人はサービスだとそう思うんですよ、うん、ところで違うんですよ。あの自分のほら会社やってる場合には本人がいないとまずいんですよ。どんないいことをやっても、うん、でもそれは本職にしようとすれば、いろんなあの特にサービス産業は難しいよ。製品とかそういうもんだったら別にいなくてもいいわけ、うん、製品があればいいんだよ。そうですね、製造業はね。そうだから、ケンツも同じじゃないですか、うん、弁護士として。僕自身がいなければ相談にならないんですよね。そうそうそう、ね、一番困るはケンツさんじゃないですか、うん、だからね、僕はね、あの出先から電話ででも相談はしますけれどもね。でもね、それで高いお金が取れるようなあれじゃないしね。そうだね。だから最初は非常に困ったんで、非常に困ったっていうか、あの最初はさ、夜とか土曜日とかそういう時だけやってたから大丈夫ですけど、うん、忙しくなっちゃうとね、もう普通の日のお昼からでもちょっとテレビの仕事やりたいと。そうしたら、じゃあその代わり法律の仕事は夜残業でねやるとか、最初はそういうふうにやってたんですけども、そうするとね、家族の時間がゼロになっちゃってね。そうだね。それじゃあ何のためにやってるのかと思っちゃって、で結局ちょっとあの法律事務所のあの契約を変えてですね、あの自由になりました。マリアンね、マリアンに聞きたいのがあるんですけどね、はい、ずっとね、結婚って言いますね、私はね。いや違う、独身の人じゃないと。違うの、そうじゃなくてね、6年もやってんでしょ、テレビの仕事はね、はい、でどうして2年ぐらい前からあの外人ブームが急に始まったと思う？どうして？だってそれまでさ、外人出てることは出てたでしょ。でも、うん、あの去年一昨年はね、あの向こうの取材とか、やっぱしアメリカを知りたいとか、向こうはどういうふうに考えたりしてるとか、いろんなそういう問題とか、あのクイズ番組とかそういうのいっぱいあったでしょ。ありました。それでリポーターとして、まあ、行ったり書いたりしてたから、うん、まあそれでね。でもそれはいつもあれでしょ、日本人はいつでも外国について知りたいからさ、うん、なんで急に一昨年あたりからあんなブームになっちゃったかな。僕が思うんだけどね、あの日本語喋れる、よく喋れる外人が急にまた増えてきた、ね、それは一つ当たってる。そして日本が国としてあの国際的な意識もし始めたのは大体最近ですよね。そして今はですね、昔はまあハーフの人がいっぱい出たんだけど、自分の意見とかやっぱしあんまり言わなくて、やっぱおとなしかったみたいですね、あんまり喋ってる。じゃあマリアンのような方じゃなかったわけですよね。というよりもね、おとなしくなくても、あの喋って、あの喋っていい場面をくれなかったですよ、前のプロデューサーたちは、ね、確かにそうよ。だからなんで急にそれをくれたのかって、それを聞いてるの。ああ、どうしてでしょうね、私にも、うん、だから僕が思うにはね、あの日本語をちゃんとテレビの、あのスタジオの中でね、ちゃんと日本語ができる外人がいるなんていうのに急に気がついたんじゃないかと思うんです。今まではね、外人がちゃんと日本語で自分の意見を喋れるなんていうのはね、知らなかったじゃないかと思うんですよね、プロデューサーやなんかはね。あのデイブさんが自分の番組見るわけ？いや、全部一応撮っといてね、うん、いざという時にやっぱり老後の楽しみでもないけど、うん、アメリカに持って帰ってね、やっぱりそこで見せたりね、うん、こう最高に、僕たちみんな同じだと思うんだけど、すごいもう人生の思い出になるし、うん、ハイライトなんだよね。二度とこういう青春、なんか二度目の青春を送ってるような感じでね。そうものすごくあの、見てる人分かんないかもしれないけど、すごく感謝してて、うん、そしてケントともね、話したことあるんだけど、自分自身になんかすごい自信ができて、別にテレビに対してじゃなくて、ただ人間としてね、テレビに出てるおかげですごくあのキャラクター的にも良くなったと思うし、うん、だこれからまあアメリカに帰ってもね、どこに帰ってもあのすごくプラスになると思う。自信ができたり、そうですね。あんまりひょうきんなものだけすると、ひょうきんなことだけするとですね、やっぱりなんかちょっと落ち着かない気がしますね、うん、というよりもね、なんかね、真面目な番組はすごい真面目で、楽しいのはね、バカバカしくなってしまって、うん、そうなんだ。バランスはね、普通のやつがないみたいな感じでね、中のやつはあんまりない。でもね、僕たちみんな一応本職あるから、あのひょうきんなことね、私は、あなた本職あるんだけどね、私のテレビで言えない、あ、いや、そんなことないよ、失礼な。いや、違う、みんな本職あるんだけどね、うん、ところが、あのテレビでいろいろ遊んだりじゃれたりやってると、うん、あの本職やるときに困っちゃうんだよね。
みんなほらあのイメージがかあのできてるから、あそれは確かそう。ただ一流企業なんか訪問するとね、なんか逆立ちしてくださいってなんか言われたりしてね。でもちょっと待って、困るない時々。デイブがテレビで出してるイメージが本当の本音のイメージじゃないと言いたいわけ。やっぱり似てるか。似てますよ。出た出た。いやデイブはあの今年なんか、いや僕の今年の目標はすごく控えめでね、あのやっぱり自分のテレビ局を経営したいと思います。何やってんだよ。そう。それだけ。法律的にか。いや法律的に無理です。外人は 25% の株しか持ってません。あ、そうなの。じゃあ諦めましょう。日本のイメージがみんなまあ勤勉家で、あの自動車工場とか、あのテレビばっかり一生懸命作ってるとか、暗いイメージでしょ。うん。とか。だってあの去年あの雑誌見たでしょ。タイムかなんかすごい暗い。いやアメリカで日本人考えるとちょっと暗いイメージがあるんですか。そうだからこの間タイム見なかった、真面目なイメージがあるんじゃないですか。見たでしょ。そうそう、先生言葉間違えちゃって。そうなんだよ、真面目のイメージでございます。暗いって言われたら、暗いってさ一生懸命嫌なのそれ暗くないんだよ。いや暗いって言う、僕は言ってんじゃないよ。ちゃんとどんどんマジ怒らないでくださいよ。そうなんです。違うの、だから去年雑誌出たし、タイムかなんか、うん、ちょっと聞いてよ。僕聞いてない。雑誌かなんか出てでしょ。なんかあの日本の一日って書いてあって、すごい暗かった。だから寂しかった、見てて。深刻腐ってんの。そうそうそう、だってそんなところじゃないし、楽しいところいっぱいあるし、遊ぶところもいっぱいあるし、テレビも面白いのいっぱいあるし、なんだいう暗いところばっかり載せるのかなと思って、そういう写真とかに。そのイメージを良くするにはテレビが一番早いんですよ。だからテレビを通して日本の笑い番組とか楽しい番組をアメリカでいくらか紹介したいっていうのが目標ですよね。その面白さがちゃんと、いや、ものによって十分伝わりますよ。まあ、そうなの、ね、絶対大丈夫ですよ。すごい面白いと思う。それ成功すれば大成功だよ ね。デイブはね、専門家としてどんなテレビ番組が一番好きですか？僕は実はね、意外とその朝とか昼のワイド番組が好きなの。っていうのは日本の社会勉強できるから、いろんな事件報道したり、まあ、ミロさんも含めて一番うわ面白いと思うのは、その意外とそのワイド番組が好きなんですよ。本当に好きなのか、それとも勉強のためになるのか。いや、すごく見てて楽しい。すごい勉強するんですよ。何でもしてる。じゃあ、ケンさんは？僕、うん、何が好きかな、わかんない。僕はね、金ちゃん番組が大好き。あのね、単純でね、すごく面白いの。あ、でもケンとかでそのハウマッチという番組はね、ハウマッチも含めて日本のクイズ番組は実はアメリカよりはるかに進んでるの、先端に走ってるの、うん、っていうのはね、勉強になるクイズ番組って僕はあんまりないんですよ。しかもあの海外の取材なんてやってるアメリカの一つもないんですよ。海外わざわざ出かけてなんか素材を取ってくるっていうのは一つもないんです。だからいつも言うのは、日本のクイズ番組だけはものすごくね、あの進んでんですよ。どうですか、音声多重だったらね、英語で聞く？私ニュースは英語で聞く。難しい言葉は分かんないから。ニュースは英語で聞く。ニュースは英語で聞く。僕ホテルに住んでるから、あの CNN 見てる。ホテルに住んでるの、いいね、うん、CNN が見えるから。よかったら、よかったらありますよ、いっぱい。あの、ね、はい、いや、チャックは音声多重だったら 何語で見る？あれだよね、あの向こうの映画だけ。あ、うん、でもね、たまにね、でもね、ちょっと待って、たまに英語聞かないと忘れちゃうんですよね。あ、